チャニアでーす。ってことで、環境最強が更新されました。ジントニックの新しい最強相方、最強テンプレ編成の方を紹介していこうと思います。割と革命的な編成となっております。めちゃくちゃ強いですね。で、従来の編成と比べて何が強いのか簡単にまとめたらこんな感じになります。はい。まずですね、タイプ属性縛りがない。これかなり熱いですね。そして、3色のみで耐久可能。これもでかいです。そして、高火力。しかも圧倒的にですね、火力高いです。となっております。耐久楽で高火力で、しかもね、編成に縛りがないので組みやすいということで、もう何もかもが良い編成となっております。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンよろしくお願いいたします。もうジントニックね、マジで私しか騒いでないですが、もう皆さんね、結構撮ってくれてる方も多いと思いますので、これからもガンガン動画出したいと思ってます。ぜひね、高評価だけでも押してくれると、これからもジントニック編成バンバン出せますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、まあね、今言った通りでございますが、特にタイプ縛り、属性縛りないっていうのがね、どういうことかなと思ってる方いらっしゃると思います。ジントニック自体はですね、皆さん知っての通り、指固定12秒の3色で軽減で45倍4コンボ加算ですから、タイプ縛りないんですけど、今まで相方がですね、まあアレキサンダーだったら神タイプ縛り、赤座だったり悪魔タイプ縛りで、バーテンダークロドビだったら水属性縛りって感じで、属性だったりタイプの縛りがありましたが、今回紹介する相方はタイプとか属性の縛りが一切ありません。それどころかですね、他の相方だとね、どうしても4色だったりとか5色だったりとか8コンボだったりとか、耐久もね、少しめんどくさかったんですけど、今回紹介する相方はジントニックと同じ3色で耐久可能ということですから、はい、もうね、めちゃくちゃ相性が良いです。で、しかもですね、極めつけは火力も高くなってるということで、本当に悪いところが何一つないですね。編成は幅が広くなって、しかも火力高くて耐久もできるという編成になっております。ということで、誰がその相方かと言いますと、こちらでございます。はい、こちらミルコが相方となっております。ヒロアカの新キャラクターなんですけど、このリーダースキルがとんでもなく強いです。リーダースキル、ドロップ消すたび攻撃力が 1.6倍、固定50万ダメージということで、無限倍率リーダーなんですよ。でどれぐらい出るかっていうと、だいたい2番が最低出てですね、多い時は10万20万倍ぐらい出ます。めっちゃ火力高いです。で、3色以上同時攻撃で 80% 軽減、3コンボ加算。これね、3色で 80% 軽減なんですよ。ジンドニックもね、3色で 78% 軽減で耐久力高いなって感じだったんですけど、さらにそれをね、2% 超えて、ミルクを 80% 軽減持っております。そして3色でね、どっちリラフレどっちも条件が満たしますので、耐久も楽という感じになっております。そしてね、気づいた方もいらっしゃるかもしれないんですけど、3色でジントニック4コンボ加算、ミルコが3コンボ加算ということで、3色の3コンボプラス7コンボでね、それだけで10コンボいっちゃうぐらいコンボ数も多いです。なので、コンボ吸収にも安心ということで、もうほんと火の打ちどころがないようなリーダーになっております。はい、ジントニックかけるミルコめっちゃ強いですね。はい。で、回復力もですね、まあ、どっちも 78% 軽減、80% 軽減で、HP 自体がそんな高くないので、回復力自体もですね、ちゃんとチーム回復とか持ってあげたりすれば問題ありません。はい。で、しかもね、今回紹介する編成は、ほとんど回復四つ消し組む必要もないぐらい回復力高いです。はい。なので、ほんと耐久楽って感じになっております。続いて、スキルでございます。スキルに関してはね、後で編成解説するときに、一手間加えることによって、このスキルが超絶輝きますので、まあ、そこでね、詳しく喋ろうと思うんですけど、簡単に説明すると、上限解放80億しますので、まず160億出せます、火力。そして、ドロップリフレッシュを持っております。これがね、とんでもなく強いんですね。もう完璧と言ってもいいぐらいですね、このドロップリフレッシュ輝いております。で、指2倍はね、指固定リーダーなんで、今回は関係ありませんよという感じになっております。まあね、このスキルに関しては後で深掘りしていこうと思います。で、覚醒ですね、こちら3色強化10個持ち、火力高いですね。で、ガドブレ持っておりますという感じになっております。ミルコね、まあ、後でこのスキルね、どう使うのか楽しみにしておいてください。それではですね、続いていつも通り編成紹介の方やっていこうと思います。はい。ということで、準備いたしました。ゼロから編成組みながら、編成解説、代用解説やっていこうと思います。で、見ての通りですね、フレンド側にミルコで OK でございますので、サブアカだったりとか、フレンドに借りてもらって全然問題ありません。未所持でも組める編成となっております。はい。で、今回リーダーがですね、ジントニックです。もうこれは説明不要ですね。まあ、軽く説明しておくと、消せない覚醒も高回復枠で、サブの上限解放もできますよというキャラクターでございます。はい。今回、リーダーに置いております。消せない覚醒無効回復枠です。そして、まあ、最近の流行りでもあるんですけど、消せない覚醒無効回復2枠編成が流行っておりますね。はい。なんでかっていうと、軽減ループいらなくなったからですね。はい。ということで、もう1枠入れていきましょう。こちらでございます。アマテラスドラゴンでございますね。同じく消せない覚醒無効回復枠。そして
してプラスですね2枠役割持っております。まず回復枠ですね、こちら回復努力を持っていて回復プラプラ3つ盛りで火力ガン盛りしております。はい、回復枠でもう1個の役割何かと言いますとスキルですね、半減スキル6ターンのスキルで2ターン半減ですね、こちら使っております。まあ軽減ループの代わりでもありますね、こちらが強いので。はい、アマテラスドラゴンは消せない覚醒無効回復枠、回復力枠、そして半減スキル枠として採用しております。軽減スキルですね。はい、ということで消せない覚醒無効回復が2枠埋まりまして、さあお待ちかね先生枠でございます。帰ってまいりました、あのキャラクターでございます。はい、もうねあのジントニックの最強先生といえばこちらですよね。はい、赤座でございます。こちらを入れていきます。さあ、はい、皆さん知っての通りですが2ターンのスキルで上限解放70億解放第3属性まであるんで210億出せて6怪獣6色3個ずつ生成でございます。こちら生成ループしております。で今ね心配に思った方いらっしゃると思います。うわ赤座自陣2枚ないぞって思った方いらっしゃると思います。安心してください、赤座自陣2枚いりません。赤座はね1体です。じゃあどうやってループするのかと言いますとですね、今からですねいろいろやっていきますのでしっかりと追ってきてください。はい、まずですね何をするかと言いますとリーダーを変えます。はい、何言ってんのって思うかもしれないけどリーダーを変えます。誰に変えるかと言いますとこちらですね、はい、シアトに変えていきます。シアト何のキャラクターかと言いますとこちらリーダースキル76リーダーでございます。そうですね、今回76運用となります。まだ76運用ってだけじゃねあのピンとこないかもしれません、先生枠ってわかんないかもしれませんが、とりあえずねまず76に変えますと。でシアト自身はですねこちら4ターンで打てるダブル吸収枠、しかも上限解放80億ですね持っておりまして160億出せます。火力も高いんですよこれ、冬に3色強化4つ持ちにウェイ2つで火力も高いので火力枠ダブル吸収枠となっております。しかもスキブロッカーってね超優秀なんですよね。今回シアとリーダーに持ってきております。でもちろんですねジントニックはリーダーにするので、はい、ジントニックサブに戻しましょう。はい、さあジントニックをここに置きますと、さあってことはどうするかわかりますね、リダチェンするわけでございます。で一番右に持ってきたということはそうですね、はい、スキル武器じゃなくてスキルでリダチェンしていきます。誰をサブに入れるかと言いますとこれがねとんでもなく強いんですけど、はい、こちらシャウアプフでございます。これがねマジで強いんですよね。はい、まず変身前なんですけど暗闇雲帯耐性持っていて十字 L 字でしょ、で30ターンのスキルでリーダーと一番右のサブを入れ替えながら変身します。変身後こちらでございますと暗闇雲帯と火力も高いんですよねこれね、浮遊樹脂2つで十字と L 字を持っております。アシスト無効回復戦線をつけていますので L 字もね十字も組みます。でしかもこれね3属性あるんですよ、木光闇3属性持ってますのでどの色で組んでもですね十字 L 字発動するのがとんでもなく強いですね。でしかもですねスキルも見てください、スキルも強いんですよ。4ターンのスキルで回復力と指2倍、落ち込ん余地で76番面か全ドロップ強化ですね。特に強いのが76番面かね、54番面対策もしてくれてます。もう圧倒的ですね。しかも回復力も返せます。回復力特にねボスの半分発狂後とかね回復現象来ますので、まあ、それも返してくれるということです。はい、まあ、全ドロップ強化も強いですね。はい、指に関してはねあの今回は指固定なんで関係ないんですけど、まあ、それ以外のスキルがあまりにも強いというわけでございます。シャウアプフでございます。これがね採用できるのが強いですね。はい、ということでこれでですねサブ本体のメンツ完成でございます。はい、ご理解いただけたでしょうか。でどういうこと先生枠って話に戻りますが、76番面にしてリダチェンするわけです。で76番面ということは盤面が広くなってるということでドロップリフレッシュをすると盤面が揃いやすくなったということですね。はい、で思い出してほしいのがミルコのスキルです。ミルコねドロップリフレッシュだと思います。はい、で2ターンのねドロップリフレッシュなんでそういうことです。はい、つまり今回ですね赤座とミルコのドロップリフレッシュでループしております。これがねめっちゃ強いんですよね。敵の嵐ですね、盤面嵐、例えばですけど、まあ、二色陣だったりとか毒とかお邪魔作ってきたりとか全部ですねドロップリフレッシュで返せます。赤座だとねこれね6色3個ずつ生成なんで、まあ、多少残ってしまうんですけど、あのもうミルコはね全部返してくれますから、これがねとんでもなく強いっていう感じになっております。はい、まあね詳しくはねプレイ動画見た方が分かりやすいと思いますけど、はい、今回は赤座とミルコでループしております。それでは続いてですね武器の方の紹介やっていこうと思います。武器もねかなり自由度高めとなっております。はい、ということでまず1個目から紹介していこうと思います。まずシャウアップフですね、これ変身キャラクターで表のスキルしか使いません。まあこういうキャラにつけるキャラはね大体決まってますね。はい、そうです、アレキサンダーでございます。こちらスキブとチームHPとドロー強武器ですねつけております。はい、
で続いてです。続いてなんですけど、実はねこの編成ね一個今弱点がありまして、何かっていうとスキル封印耐性がね全然埋まってないんですね。なのでスキル封印耐性を埋めていきます。はい、まずアマテラスドラゴンのスキル耐性埋めていきましょう。はい、何をつけるかと言いますとこちらでございます。リーチェですね。リーチェね、これねスキル封印耐性2個持ちなんですよ。はい、さあ2個持ちです。ここつけております。はい、スキル封印耐性とチーム HP ですね、あるよね。はい、つけております。チーム HP の中のスキブですね。はい、つけております。はい、で続いてです。はい、続いてシアトにつける武器、こちらもですね封印枠でございます。誰かと言いますとこちらですね。はい、シルビーでございます。はい、シルビー武器ですね。これまた封印2個持ち武器となっております。 7C も持っております。これね、シアトは火力枠ですから 7C つけて火力も上げながら封印2つという感じになっております。はい、これでねこの編成の弱点だった封印耐性も埋まりました。さあ続いてです。で続いてなんですけど、まあとはもう簡単ですね。軽く上げるだけでございます。まず赤座軽く上げていきましょう。まあね、軽く上げる武器だったら何でもいいんですけど、はい、まあ、アレキサンダーをですね、アレキサンじゃないや、はい、アグリゲートをですねつけていこうと思います。はい、アグリゲートと、はい、こちらでございます。まあこれ強い武器ですよね。はい、さあスキブ2つ、樹脂武器です。まあシンプルにスキブ盛りながら軽く盛る武器ですね。あとですね、他につける武器で言うと、まあ、例えばミルコにつける武器なんですけど、はい、ミルコはですね何の武器をつけるかというとこちらでございますね。ガチャドラ武器とかでも OK でございます。チーム HP2 つ、スキブ5色強化ですね。まあ、これはミルコにつけてる武器です。ミルコね、私未所持なんで今ここでつけれないんで今ここで解説しました。はい、マカザとミルコ生成ループ2体はですね軽く枠つけてあげたら OK でございます。はい、で最後ですね、こちらジントニックにつける武器でございます。ジントニックにつける武器はこちらでございます。はい、こちら無一郎武器でございます。もちろん代用はたくさんありますが、はい、無一郎武器ね、スキブ樹脂、チーム HP、 泥鏡指武器でございます。はい、まあ、やっぱ強いですねこれも、ということでございます。まあ、火力盛りにジントニックと赤座とミルコの武器はつけたよという感じでございます。はい、ということでこれでテンプレ編成の方完成いたしましたので、実際にこれを使ったねプレイ動画の方を見てもらおうと思います。行くダンジョンは最高難易度極悪でございます。見てください、どうぞ。さあということでやっていこうと思います。ジントニック×ミルコの最強テンプレ編成で行くダンジョンが極悪でございます。最高難易度ダンジョンでございますね。そしてまあね、これからシアトをリダチェンしてジントニックに変わるんですけど、もうリダフレですね、何の縛りもございません。タイプ縛りも属性縛りもないので、サブ自由にメンツ入れられております。赤座もシアトもシャドウアブフもアマテラスドラゴンも本当に自由にサブ入れられます。今までで一番ね代表の幅広いかなと思いますね。はい、ということでまず1回戦なんですけど、赤座打ってあげてアマテラス、ジントニック、シャウアップ風、そして無一郎打ってアマテラス打って3色で耐久していきましょう。これですね、リダフレ3色で耐久張れるんでめちゃくちゃ強いですよね。はい、今までなんだかんだ4色だったりとか5色組んで耐久してたんですけど、あと8個も組んだりとかね、いろいろで耐久してたんですけど、ついに3色のみで耐久できるようになりました。まあ、一番楽ですねこれ。はい、ということでもう一回次ですね、ミルコ変身したらまた3色組んで耐久していきます。圧倒的耐久の落差でございます。はい、さあで突破するときはですね、赤座打ってあげて突破となっております。はい、攻撃受けたら、はい、赤座打ちまして殴っていきましょう。でループはですね、赤座とミルコのループになっております。はい、ミルコがねループキャラクターですので、ね、まあ強いですね。はい、火の打ちどころがないといった感じでございます。はい、では殴っていきましょう。しっかりと切り投げて、はい、 OK ですね。さあ平積みで殴っていきましょう。さあいいですね、手で組んであげて、ごちこ乗りまくってますね、ローリングまくってますね、23個もね。はい、殴って突破していきます。でもう 何もかも終わってますね。リラチェンも終わってますし、もう完璧です。さあ続いて2階層ですね。2階層は右ターゲットしてあげてください。でミルクを打って殴っていきましょう。はい、とさあいきます。ミルコのスキル初お披露目かな。指現象は指固定だから関係ないですからね。はい、ではミルコ打ちましょう。はい、とさあドロリフです。さあ殴っていきましょう。そうなんですよ、ドロリフでいいんですよ。なんでかっていうとこれね、3色で耐久できるからです。はい、6色ある必要はないんですよね、盤面にね。はい、これがね強みとなっております。はい、ということでしっかりと組んであげて殴っていきましょう。はいはいはい、はい、オプション持っていいですね。これで殴っていきましょう。はい、とさあ火力高いんでね、ワンパンでございます。さあ続いては3階層ですと、はい、左はね勝手に消えていきます。はい、続いて3階層ですね。3階層大体2から3パンになります。はい、でシャンアップフを打ってあげて、で2から3パンになります。はい、さあ個別デバフとかね来てますね。
はいと。さあ、シャドウプーもね、強いですね。はい。しかし、分に強いから、ダメです。ミラチェンした後に強力なスキル持ってるのが強いですね。はい。で、赤座も打ってあげて殴っていきましょう。ターゲットはね、右ターゲットしとくといいですね。バジリスクが一番硬いので、バジリスクをターゲットしてあげて殴るのが良いでしょう。はい。ということで、殴っていきましょう。はい、OK ですね。しっかりキラリにしてあげて、これで殴っていきます。ブロック消したら 1.6 倍ですからね。めちゃめちゃ火力が高いです。はい。さあ、乗りまくってますね、火力がね。ああ、やばいです。8万倍になってますね。はい、OK です。さあ、上げていきましょう。OK ですね。で、攻撃を受けまして、さあ、ミルクを打ちますか。はいと。さあ、では殴っていきましょう。はい、水組んで、光組んで、回復組んでと。はい、はい。さあ、いいですね。しっかりと平積みしてあげてください。はい、OK ですね。さあ、なるべく三下手多めで殴っていきましょう。はい、はい、はい。いいよ、した。さあ、20コンボ2万倍です。20コンボ2万倍ですからね。はい。さあ、突破していきましょう。続いてです。4階層ですね。4階層、ここはですね、2ターン待ってから2パンで超根性まで行ってパズル教室やっていきましょう。まあ、いつも通りですね。はい。さあ、では1コンボ、さらに1コンボと配していきましょう。さあ、1コンボから3コンボ、4コンボから10コンボに発生していきました。はい。なんか1コンボしていきましょう。1コンボと。はい、OK です。よしと。さあ、ここからね、もう殴っていきましょう。はいと。よし。ミルクを打ってあげて、殴っていきましょう。はい。さあ。敵ね、無効貫通持ってるので、6色組むことが重要でございます。はい。しっかりと組んであげて、はい、OK ですね。さあ、これで殴っていきましょう。はい、はい、はい。よしと。はい、20個も2万倍。まずは、ちょっと削ります。25% 以上削れるんで、めっちゃ半分はいけますね。はい、赤座も打って、また殴っていきましょう。はい。しっかりと場面組んであげて、はい、はい、はい。いいですね。しっかりと組んであげて、殴っていきましょう。いい、よしと。はい、OK ですね。これで殴って、削っていきましょう。はい、はい、はい、と。さあ、はい。落ちコンボ乗って、いいですね。はい。一応待ち入ってるね。はい。さあ、超根性まで乗っていきます。で、ここがもうパズル教室ね。パズル教室が一番簡単ですから。はい。さあ、作戦無効倍の5、6場面でね。場面、10コンボ場面くらえる、もらえるんで、9コンボ以上組んでください。はい。さあ、バインド。はいと。指延長。あ、指延長。はい、10コンボ場面です。はい、9コンボ組んでいきましょう。はい、いきます。さあ、火。水木、光、闇、光はないですね。はい。光と場面組んでいきましょう。はい。はい、OK です。しっかりと組んであげてね、殴っていきましょう。はいと。よし。さあ、では続いていきましょう。はい。続いてです。続いては5階層ですね。5階層、ここミルクを打ってあげて、火、光か闇ですね。火か光か闇の L 字組んで突破していきましょう。これね、シャウアップ風にね、アジスト無効回復戦でつけてるんですけど、3属性あるので、3属性で L 字組めるんですよね。これがめちゃくちゃ強いですね。はい。ということで、好きな色で L 字を組んであげて、はい、殴っていきましょう。さあ、はいはいはい、しっかり組んで、はい、いいですね。さあ、はい、OK です。L 字に組んでおります。なるほど。さあ、アシストの方を回復して殴っていきましょう。いや、まだね、コンボ数が少ないんで、そこまで削ってますね。はい。さあ、攻撃受けたら、もう一回殴っていきます。赤が打ちまして、平積みしていきましょう。さあ、はい。組めるところからね、平積みしていきましょう。苦手な方はですね、こういうのがね、ちょっと考えてからパズルするのがいいと思いますね。はい。で、基本的に街を作っていくスタイルです。はい。さあ、はい、平積みして、はい、殴っていきましょう。十字振ってきたわ。加点です。はい。では、殴って突破していきましょう。はい。続いてでございます。続いては、6階層ですね。6階層、ここはですね、何択かいますが、アンドロメダ出た場合は2パンですね。6090はシアート打って対応してあげてください。孫悟空はジントニック打って赤が打って突破。パンドラもジントニック打って赤が打って突破。その他の敵はね、2パンでございます。はい。では、殴っていきましょう。はい。さあ、綺麗にね、場面組んであげて殴っていきます。はい、いいですね。はいと。さあ、なるべくマーチ作るようにしてあげて殴っていきましょう。はい。で、今回山だけですからスーパーになりますね。75% って出た時は、あまり削れますね。はい。さあ、でも一発殴って突破していきましょう。50% だったならいけますね。はい。
さあ攻撃受けたら赤が打ちます。よし、さあはい、分割してあげて殴っていきましょう。はい、いいですね。しっかり組めるところから組んでいきましょう。はい、 OK です。いいよ、したということでこれで殴っていきましょう。はい、どうぞ。さあ落ち込んで持って、はい、2万枚ですね。殴って突破ということで続いてでございます。はい、さあ続いては7階層ですね。7階層ここは2パンしていきましょう。超訓状持ってるんでね。はい、2パンになります。はい、とさあデバフと個別デバフ全部食らいましょう。きつめに行こうか。はい、とさあでは投げていきましょう。ミルク打っていきます。はい、さあ投げていきましょう。軽く高いんでね、あのデバフ食らってても関係ありませんね。はい、しっかりと平積みしてあげて投げていきましょう。はい、火つながっちゃいましたね。はい、とさあ水汲んで木汲んで闇も汲みたいですね。はい、崩れました。さあさあさあ、はい、さあ盤面崩れた状態でもこちら2000倍ですね。はい、削っております。よし、超根性までいきまして、超根性もう一回殴っていきましょう。はい、ウルトです。さあ、はい、ミラフルフィースト、さあいきます。ミルク打って、はい、殴っていきましょう。回復組んで、火組んで、水組んで、火組んで、光組んでと。さあ、ルルトはね、使ってる余裕ないので、はい、基本的には使わない方針です。はい、OK ですね。さあ、これで殴っていきましょう。全身と組んでおります。はい、と。さあ、4000枚ですね。はい、40枚かな。はい、OK です。突破していきましょう。さあ、続いては8階層です。8階層ですね。ここはジントニック打って、2から3パンしていきましょう。いきます。初戦向こうはジントニックですね。で、盤面は赤だで返していきます。はい、ちょっときつめに行こうか。さあ、行きます。回復四つ石して、回復多めにしておりますね。で、しっかりと色組んであげてください。光がね、こんなとこにいるんで、はい、直してあげて、はい、と OK ですね。で、毒は消えないようにしております。はいはい、さあ、では殴っていきましょう。2000倍、さあ3000倍ですね。はい、と、いいよ。さあ、じゃあミルコでね、盤面きれいにしてあげて、デバフとね、個別デバフがね、染み当たってますから、変水にちょっと火力が低めになってますね。スピリチュアルメッセージ。はい、と、さあ、では殴っていきましょう。はいはい、しっかりと組み上げていきましょう。さあ、組みやすい盤面ですね。はい、きれいに組んでいきます。はい、 OK ですね。さあ、これで殴っていきましょう。敵がね、敵はですね、 HP 多いやつターゲットしてください。はい、満面なくね、殴っていきましょう。はい、と、 OK でございます。さあ、真ん中ちょっとだけ残りました。もう一回殴っていきましょう。でも、この中で結構いい残りですね。こっちちょっとね、デバフとか早く切らしたいんでね。はい、これは長めに倒すのはいいところです。はい、さあ、ということでもう一回殴っていきましょう。はい、いいですね。ちゃんと組んであげて、これで殴って突破していきましょう。はいはいはい、はい、と、いいですね。落ち込む乗って削っていきます。はい、 OK です。よし、ということで続いては9階層ですね。9階層、ここ水のバルジに出た場合、超根性まで削った後に、暗闇はミルコのね、ドロレフでなんと返せます。で、あと1でアマテラス打って突破ですね。で、光のバルジに今回出てますが、出た場合がですね、削った後半分を超えると覚醒向こう飛んできますから、アマテラス打ってね、アマテラスドラゴンを打ってあげて、覚醒向こう解除して殴っていきましょう。はい、ということでこれで殴っていきね、突破していきましょう。よし、はい、しっかりと組んで、さあ投げていきましょう。よし、で攻撃受けます。覚醒無効、アマテラスドラゴンで返していきます。はい、とライトディアモンド、はい、覚醒無効返して、で赤座を打って投げていきましょう。さあ、いきます。引くんで、光組んで、お邪魔組んで、闇組んで、水組んでといいですね。しっかりと組んで殴っていきましょう。はい、 OK です。いいですね。これで殴っていきましょう。はいはい、はい、 OK ですね。いいよ。さあ、突破して続いてでございます。さあ、続いては10階層ですね。10階層、ここ風神雷神階層でございます。風神出た場合は2ターン待った後にシアート打って突破、雷神もシアート打って突破していきましょう。
いきます。はい、平積みして、よしよし、はいはいはい。さあ、まずはね、2ターン待っていきます。3色でね、耐久貼れるからね、耐久も楽ですね。はい、で攻撃を受けましょう。はいと、よし。さあ、ではミルク打ってと。はい、さあ、いきます。はい、回復を告げして、引くんで引くんで、水は落としてくるのに光も来ると。はい、耐久していきましょう。さあ、で2ターン耐久したらですね、はい、もう突破できますので、ここをシェアと打ってダメージ吸収で殴っていきましょう。はいと、さあ、いきます。赤ちゃん打ちまして、はいと、シェアとも打ちます。では殴っていきましょう。さあ、しっかりと場面組み上げていきます。はいはい、さあ、光時と、はい、 OK です。組み上げて、これで殴っていきましょう。はいと、よし、はい、いいですね。これで突破していきます。はいと、さあ、8万倍ですか。はい、OK、突破です。さあ、続いて11階層ですね。11階層、ここは通販していきましょう。はい、コンボ現象、コンボ吸収階層でございますが、まあ、さっきね、ちょっと出てましたけど、あの盤面1項目なら10項目なんてこともありますから、あのコンボ吸収は余裕です。はい、さあ、ではミルク打ってあげて殴っていきましょう。そもそもリダフレが7項目差なんでね、はい、3色組んでしまうとそのまま10項目いくというわけでございますね。はい、さあ、ということで、しっかりと盤面をきれいに組んであげましょう。はい、さあ、いいですね。しっかりときれいに組めております。組めております。12項目ですね、盤面。はい、さあ、ほんとコンボ加算入りまして、コンボゲージを減っても14コンボですからね。はい、さあ、削って6コンボ減少ですね。一番多いコンボ減少ですね。はい、で落ち込んだしで、はい、9コンボ吸収ということですが、まあ余裕ですね。さあ、赤座打って殴っていきましょう。さあ、いきます。はい、光組んで、火組んで、火組んで、闇組んで、水組んで、回復組んで、いいですね。さあ、しっかりと色組んでいきましょう。はい、 OK です。街も一応作っておきますが、落ち込ましですね。はいはいはい、よということで余裕ですね。はい、突破していきましょう。さあ、ということで続いてです。続いて12階層になりますね。左は勝手に逃げていきます。はいと、さあ、続いて12階層ですね。12階層も何段階いるんですけど、基本的に全部通販でございます。チャコールだけね、あのジントニック打って対応してください。はい、さあ、では殴っていきましょう。ドーナも通販です。で、盤面ドーナに荒らされようとですね、ドロリフするんで関係ありませんね。はい、さあ、では綺麗にしていきましょう。はい、さあ、しっかりと組んであげて、組んであげて、さあ、はいはい。あ、でコツなんですけど、まあ、コツというほどのことでもないですけど、多いドロップはね、縦に組まないといいですね。はい、多いドロップを仕切りで縦に組んでしまうと繋がってしまうので、横に組むのはね、いいですね。はい、さあ、まあ、なんとなく意識していることでございます。はい、さあ、無効貫通スキルですね。あ、無効貫通、無効貫通入りましたので、ここはね、6色で殴っていきましょう。はい、さあ、回復組んで、火組んで、水組んで、いいですね。さあさあさあ、はい、これで殴っていきましょう。いいよ、はい、OK です。さあ、ということで、これで突破していきましょう。はい、 OK です。突破と。さあ、続いて13階層ですね。13階層、ここイデアルとレイレンいます。イデアル出た場合は、暗闇はね、光か光か闇、火光闇の十字組みながら超根性まで持っていきます。で、その後シャウアップス打って突破ですね。で、レイデンはですね、今回はですね、シェアと打って超根性まで持っていきます。で、超根性後はね、シャワープフ打って突破してくださいという感じになっております。はい、さあ、ではしっかりと色組んでいきましょう。はい、いいですね。いい組んで、回復と組んで、はい、いいですね。しっかりと組んでいきます。はい、OK。 さあ、で殴っていきましょう。もうダブル吸収打ってあるんでね、超根性まで持っていきます。はい、見ました。はい、気づきいきます。超根性と、で超根性行ったらシャワープフ打って突破していきましょう。はいと、さあ、5、4番目なんですけど、ここシャワーアップで返せます。スピリチュアルメッセージ。はい。で、赤さんも打っていきましょう。さあ、行きましょう。はい。さあ、光ヒート組んでいきましょう。はい。はいはいはい。
さあ、まめくり上げて、いいですね、しっかりと組んで、これで殴っていきましょう。よしよしよし、はいはい、落ち込んでって、これで取っていきましょう。はい、どう、それ闇の落ち込んすごい。はい、OK です。どっかと、ということでさあ、ボスまでやってまいりました。ボスなんですけど、ジグニック使っても OK でございます。まずは超根性までを削っていきましょう。はい、どう、さあ、いきます。はい、指現象は関係ありません。はい、ミルクを打ち出せて、はい、どう、さあ、で、ジントニックでサーブの上限も上げておきます。で、全力殴りしていきましょう。さあ、はいはいはい、キー組んで、光組んで、はい、いいですね。盤面最大組んでいきましょう。はい、OK でございます。全力で超限上まで削っていきます。はい、はい、いいですね。19コンボ1万2000枚ずつに削っていきましょう。超根性と、さあ、はい、とで、デストロイヤー、はい、アシストムークを飛んできて、イビルクラウドと、さあ、で、アシストムークを飛んできたらですね、キー光闇の L 字組みながら、あと1までにスーパーアップしてください。はい、まあ、これもね、シャドープフがね、3属性キー光闇持ってますから、 L 字組むのが楽ですね。はい、さあ、しっかりとエルジ組んであげて、アシストの子を全部回復しました。で、あと1までに、はい、ズバッとしておきましょう。さあ、いきます。はい、光組んで、火組んで、さあ、で、多いドロップはしきりにしないですね。はい、で、はい、殴っていきましょう。そうです、こうやってね、闇が多いときは闇しきりにしない。はい、 OK ですね。さあ、これで殴っていきましょう。はいはいはい、よ、さあ、19個も1万2000倍と、はい、OK です、削っていきます。いいよ、アガザを打ちます。さあ、しっかりと組んでいきましょう。しっかりとね、広く組んで投げていきます。さあ、はい、いいですね、しっかりと豆組んで、これで投げていきましょう。はいはい、落ち込んで、いいですね、これで殴って、突破していきましょう。よし、さあ、ということで、最終形態ボスまでやってまいりました。ここですね、いろいろしていきますが、まず回復消し台はね、ジントニックで返せば OK です。指現象は指コーデなんで大丈夫ですね。で、半分攻撃ですね、はアマテラスドラゴンを打って受けてください。で、半分後はジントニックとシャワーポフ打って返せます。はい、ということで、さあ、まずはシールド3つ壊していきましょう。はいはいはい、綺麗に組んでいきます。減らずに減らずにでね。はい、さあ、はいはいはい、しっかりと組んでいきましょう。はいはいはい、さあ、いいですね。はい、さあ、削っていきます。はい、で、はい、マイナスドロップ目覚めで攻撃を受けます。はい、回復ですね、ジントニックです。はい、に行こうか。さあ、行きましょう。赤で打ち出して殴っていきます。さあ、火組んで、水組んで、火組んで、闇組んで、はい、回復組んで、火組んでと、いいですね。さあ、ということで、これで殴っていきましょう。よし、さあ、7000倍、1万2000倍、2万倍と、はい、削って、はい、指現象はね、指工程なんで関係ありません。攻撃受けて殴っていきましょう。ミルクを打ってと、はい、さあ、いきます。はい、さあ、木闇組んで、はい、いいですね、しっかりと場面組んで殴っていきましょう。はい、さあ、しっかり組んで殴って、はい、これで削っていきましょう。はいはいはい、さあ、落ち物乗っていいですね。さあ、削っていきます。OK、ということで、はい、と、さあ、ボス2番できるところまで来ました。赤が打って、全力で平手にして、まずは一発殴っていきましょう。はい、と、さあ、で、ルレットはね、なるべく後ろで組むということで、はい、さあ、はい、豆しっかりと組んであげて殴っていきましょう。はい、で、ルレットね、下手にいじるとですね、あの、吸い込まれていきますので、色注意してください。はい、では殴っていきます。ラスト17コンボ、さあ、7000倍、8000倍ですね、削っております。さあ、25倍以上は削れてますね。で、
ってことは次半分いきます。で次半分いくんですけど、シールドコードなので次はね、はい、あの半分いくときアマテラスバーが落ちる必要はございません。はい、では殴っていきましょう。さあ、はい、どうしっかりとね、色組んであげてください。はい、OK です。はい、どうはいはいはい、OK ですね。これで殴っていきましょう。はい、8000枚とで削っていきます。はい、よし。さあ、で半分超えました。シールド来たんで、この後ね半分コード来ますから、アマテラスドラゴンを取ります。はい、で普通にアガタ打ってシールド壊していきましょう。はい、さあしっかりと場面組んであげて、いいですね。はいはいはい、しっかりと場面組んであげて殴っていきます。はい、でシールド壊していきましょう。よし、とはい、出てきていきます。 OK。 さあ、覚醒の子、ここね半分攻撃です。もうね、あの耐久はできてるので、アマテラスドラゴンってね攻撃を受けれまして、で半分後ですね、この盤面なんですけど、はい、まずマルコでミルコで盤面きれいにして、でジントニック打って覚醒の子を解除で、シャワープフもね打って OK でございます。はい、これで回復力も返せました。すべて返しましたね。はい、では殴っていきましょう。はい、さあ光ないですね。はい、どう。さあ、ここで殴っていきましょう。はいはいはい、さあ、はい、5000バイト削っていきます。はい、まあ、一色なくてもね、別にシールドが壊せますと。はい、ルーレット、ゲストリーレーザーと、はい、じゃあラストのねシールドを壊していきましょう。さあ、いきます。闇組んで、火組んで、回復組んで、光組んで、火組んでと、いいですね。しっかりと組んであげて、これで殴っていきましょう。はい、 OK でございます。しっかりと組んで、これで殴っていきましょう。はいはいはい、はい、 OK です。さあ、突破していきましょう。よし、とデストロイサークル、アイルレッドとデストロゲーション。さあ、ということでドロリスされて、さあ、あと2パネル倒せますね。殴っていきましょう。はいはい、しっかりと色を決めてあげて、はい、いいですね。はい、 OK です。さあ、まず一発殴っていきましょう。太鼓の翌日でしっかりとしております。4000倍で3000倍ですかね。はい、削れてますね。さあ、あと一発殴って倒して終わりにしましょう。はい、と。さあ、赤が打ちまして殴っていきます。はい、さあ、キー組んで、はい、水組んで、闇組んで、火組んで、光組んで、はい、と。さあ、OK でございます。闇も組んで、さあ殴っていきましょう。はいはい、いいですね。しっかりと組んで7000倍、1万2000倍、2万倍になって、はい、さあこれで倒しておしまいでございます。ということで、よかったら、参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いいたします。立ち回りタイム、こんな感じになっております。はい。続いて、代用解説やっていこうと思います。いつも通り、代用の前に編成紹介すると、ジントニックにシルビー、アマテラスドラゴンに DJ、シャウアプフにアレキサンダー、アカザにアグリゲート、シアトにムイチロー、ミルコにガチャドラです。継承全部スケルベ1で OK で、回復プラプラが3つついてます。必要 HP は 94,249 で、必要スキム25、バッチは HP ですね。リタグレ逆は OK です。ジントニックとミルコの入れ替えが OK って意味ですね。続いて武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体でチーム HP4 つと封印と覚色努力を必要です。シルビーはこちら封印2つと 7C が役割ですね。封印火力注意して封印で OK で、ラー&ホルスとかマギミル、ローネ、クリスマスファガン、メアリスとかで OK です。そしてリーチェ、こちらスキブ2個と封印2つが役割ですね。スキブ封印注意してスキブプラス封印で OK です。バレリズレットとかイルム、ヘラルナ、闇アキネ、バレアキネとかで OK です。続いてアレキサンダー。こちらスキブ2個とチーム HP と各色ドロ強役割ですね。スキブ HP 弱化注意してスキブプラスドロ強で OK です。サクラミクとかハロウィンソニアグラン、ハイウィンド、ウルバリン&マグニート、ビッグマムとかで OK です。
続いてアグリゲート、こちらスキブ2個と樹脂以外香りですね。スキブ軽く注意してスキブプラス軽く盛りで OK です。で、同じくガチャドラですね。こちらスキブとチーム HP と5色強化役割ですね。スキブ HP 軽く注意してスキブプラス軽く盛りで OK です。で、アグリゲートとセットで考えて、小紅とかシガラキとかゴーテンとかラー&ホルスとかヒエンドラ、ダイヤガチャドラ、アマテラス&ツキヨミとかで OK です。そして無一郎ですね。こちらスキブとチーム HP と秘密キードロ強と樹脂と3ターン変質が役割ですね。スキブ HP 弱化火力注意してスキブプラス火力盛りで OK で、ミサカミコトとかシガラキ、プレーナ&シアとダイヤガチャドラ、闇カーリー、正月ミニットルフィ、夜&ユーリとかで OK です。そして本体代用のための役割ですね。アマテラスドラゴン、こちらスキブ4つで回復枠で2変質と半減と消せない覚醒無効回復が役割ですね。これ交換獣キャラクターです。スキブ回復力注意して軽減スキルで OK で、エアクルとか闇水着ミナカ、バルシエル、ミラ、キメタトロン、エンジェルとかで OK です。続いてシャウアプフですね。こちらスキブ2個と暗闇と雲と帯と L 字と十字とリダチェンと76番面化と指回復エンハンスと泥強が役割ですね。スキブ暗闇雲帯 L 字十字に注意してクロロとかファスカでも OK でございます。続いて赤座ですね。こちら火力枠で上限解放と6解除生成が役割です。これ火力注意してミルコでも OK です。そしてシアト、こちらはですね、スキブ6で火力枠で76枠でダブル吸収が役割ですね。スキブ火力注意してダブル吸収で OK で、76枠はね、別枠でも OK です。で、 TB ハクとかエキドナ、バーン、ヒソカ、水神結びとかで OK です。ということで以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。